11人組グローバルボーイズグループ上腕が12日、世界最大級の軽カルチャーフェスティバルクコンジャパン202410から12日千葉幕張メッセのレッドカーペットに登場した。上腕は個性あふれるクールなストライプスーツ姿で登場。8枚目シングルヒッチハイカーについて川尻蓮は、 愛を探して旅立つヒッチハイカー。ということで、皆さんとの愛を探す上腕がたくさん見られる一枚になっていると思います。と期待を高めた。さらに、白い悪気は、M カウントダウンステージについて元気な姿をお見せするので、一緒に盛り上がっていただけたら嬉しいです。と、この日のステージを予告。豆原一世は、 懐かしの名曲を僕たちらしくカバーさせていただきます。とスペシャルステージもアピールした。クコンは CJENM が2012年から毎年開催し、今年で12年目を迎える。2012年、アメリカを皮切りに世界の各地域で開催されてきた。過去12年間、 K9 カ国13地域で開催されたクコンのオフライン累積観客数は約169万人に達する。今年のクコンはスローガンを K-POP ファンアーティストフェスティバルとして一新。日本では昨年の開催場所である幕張メッセだけでなく、ZOZO マリンスタジアムまで規模を大幅に拡大し、 歴代最多となる計46チームが出演する。韓国のソロアーティストで元アイズワンのイエナ、イエナが12日、世界最大級の計カルチャーフェスティバルクコンジャパン202410から12日千葉幕張メッセのレッドカーペットに登場した。満開の笑顔で登場したイエナは、 これからも皆さんにエナのエネルギーをあげるから期待してくださいと日本語で挨拶。レッドカーペット MC を務める古山さゆき氏から今回のエンディング要請を求められると、かっこいいパフォーマンスを準備しましたとクールなポーズを披露。会場を沸かした。サリ際には、いつもいつも応援してくれてありがとうございますと感謝。 これからもファイトと終始、流暢な日本語で思いを伝えていた。ステージ後、フォトスポットに到着したイエナは、カメラマンにも新対応を連発。ルダハート、投げキス、お手振り、指ハートなど様々なポーズを決めた。クコンは CJENM が2012年から毎年開催し、今年で12年目を迎える。 2012年アメリカを皮切りに世界の各地域で開催されてきた。過去12年間、k 急カ国13地域で開催されたクコンのオフライン累積観客数は約169万人に達する。今年のクコンはスローガンを K-POP ファンアーティストフェスティバルとして一新。日本では 昨年の開催場所である幕張メッセだけでなく、ZOZO ゾゾマリンスタジアムまで規模を大幅に拡大し、歴代最多となる計46チームが出演する。11人組ガールズグループ、m e ア i m e ア i が12日、世界最大級の計、カルチャーフェスティバル、クコンジャパン202410から12日、千葉幕張メッセ。 のレッドカーペットに登場した。リスタイルが際立つ黒かけるシルバーの新衣装で登場したミー・アイは、デビューおめでとうの声に笑顔に。桃もは、本当に1秒1秒が夢みたいで皆さんのおかげだなと思います、と感謝した。レッドカーペット MC を務める古山さゆ氏からキリングパートを聞かれると、リノンはデビュー曲、 クリックについて、振付が揃えていて可愛いので見てください。と紹介。全員で実演し、会場を沸かせた。クコンは CJENM が2012年から毎年開催し、今年で12年目を迎える。2012年、アメリカを皮切りに、世界の各地域で開催されてきた。過去12年間、 k 9カ国13地域で開催されたクコンのオフライン累積観客数は約169万人に達する。今年のクコンは、スローガンを K-POP ファンアーティストフェスティバルとして一新。日本では、昨年の開催場所である幕張メッセだけでなく、ZOZO マリンスタジアムまで規模を大幅に拡大し、 歴代最多となる計46チームが出演する。昨年6から9月に世界182カ国地域で放送されたサバイバル番組 r u n e x t を通じて誕生した5人組グループイリットアイリットが12日、世界最大級の計カルチャーフェスティバルクッコンジャパン202410から12日、 千葉幕張メッセのレッドカーペットに登場した。アイリットは純白の衣装に身を包み、妖精のように軽やかに登場。初出場となるクフコンについてモカは、大きな舞台でたくさんの方に見てもらえるステージが初めてなのですごく緊張しています。とコメントした。 レッドカーペット MC を務める古山さゆき氏からスポネタバレを求められると、表情でお見せしたいと思います、と切り出し、両手を広げたお茶目な表情でヒントを出した。クコンは CJENM が2012年から毎年開催し、今年で12年目を迎える。2012年、アメリカを皮切りに、 世界の各地域で開催されてきた。過去12年間、K9 カ国13地域で開催されたクコンのオフライン累積観客数は約169万人に達する。今年のクコンは、スローガンを K-POP ファンアーティストフェスティバルとして一新。日本では、昨年の開催場所である幕張メッセだけでなく、 ゾゾマリンスタジアムまで規模を大幅に拡大し、歴代最多となる計46チームが出演する。サバイバルオーディション番組、プロデュース101ジャパンザガールズ、通称、ヒップガールズニチップ、カラミー・アイに続いて誕生した4人組ガールズグループ、イズ・ SUE ・イッシュが12日、世界最大級の計カルチャーフェスティバル、 クーコンジャパン202410から12日千葉幕張メッセのレッドカーペットに登場した。イズ・ SUE は6月19日発売のシングルファースト・イズ SU、e ・ SUE をもって正式デビューとなる。デビュー前の大舞台に剣持ちなのはおととい行われたクーコンのステージが初舞台だったのですが緊張する中、 応援のおかげでなんとかステージをやりきることができました、と感謝した。田中裕希は、グループ名のように常に皆さんを魅了する一種な存在になりたい。海外でも活躍できるようなグループになりたいと思います、と決意を表明。クールなスタイリングとはギャップのある可愛らしいハートポーズで完成にいられた。クコンは、 CJENM が2012年から毎年開催し、今年で12年目を迎える。2012年、アメリカを皮切りに、世界の各地域で開催されてきた。過去12年間、K9 カ国13地域で開催されたクコンのオフライン累積観客数は約169万人に達する。今年のクコンは、スローガンを K-POP ファンアーティストフェスティバルとして一新。日本では昨年の開催場所である幕張メッセだけでなく、ZOZO マリンスタジアムまで規模を大幅に拡大し、歴代最多となる四4 6チームが出演する。グローバルボーイズグループチームが12日、世界最大級の K カルチャーフェスティバル。 クコンジャパン202410から12日千葉幕張メッセのレッドカーペットに登場した。爽やかな衣装でチームが登場すると会場は大歓声に。新曲、サミダレ、サミダレについて問われると、フマは少年の葛藤と悩み、そしてさらに大きくなっていく思いというものを描いています。と韓国語で説明。 その流暢さにレッドカーペット MC の古山さゆき氏も驚いていた。そして、ジョーが M カウントダウンステージについてパフォーマンスが僕たちの武器なのでもう一度見たいと思っていただけるようにパフォーマンスしたいとアピール。EJ は僕たちのかっこいい舞台まだまだ残っていますのでこの後もたくさん楽しんでくださいと期待を高めた。 クコンは CJENM が2012年から毎年開催し今年で12年目を迎える2012年アメリカを皮切りに世界の各地域で開催されてきた過去12年間計9カ国13地域で開催されたクコンのオフライン累積観客数は約169万人に達する今年のクコンは スローガンを K-POP ファンアーティストフェスティバルとして一新。日本では昨年の開催場所である幕張メッセだけでなく、ZOZO ゾゾマリンスタジアムまで規模を大幅に拡大し、歴代最多となる K46 チームが出演する。少女時代のテヨン、タヤイオンが12日、世界最大級の K カルチャーフェスティバル。 クッコンジャパン202410から12日千葉幕張メッセのレッドカーペットに登場した。テヨンはビデコルテが際立つシックなブラックドレス姿で登場し、美脚を大胆に披露。同イベント3日間の大トリを務めるテヨンは、久しぶりの舞台ですごく嬉しいです。一緒に楽しめたらと思います、と意気込んだ。 そして9 X をお届けしたいと思います。日本の曲の中で本当に素晴らしい曲があるので、その曲もお届けする予定です。と予告。いつも K-POP のことを愛してくださってありがとうございます。と感謝を伝えた。クコンは CJENM が2012年から毎年開催し、 今年で12年目を迎える。2012年、アメリカを皮切りに、世界の各地域で開催されてきた。過去12年間、K9 カ国13地域で開催されたクコンのオフライン累積観客数は約169万人に達する。今年のクコンは、スローガンを、K-POP ファンアーティストフェスティバル。 として一新日本では昨年の開催場所である幕張メッセだけでなく ZOZO マリンスタジアムまで規模を大幅に拡大し歴代最多となる計46チームが出演する。<music>